はい、第36回ビッグマジックライブです。はい、今回は、はい、まず謝罪から始まります。はい、前回のモダンのリプレイが、はい、もうやや不適合があるという。まあそうですね、コメントでご指摘のあった通り僕乾燥大地からでしたっけ、うん、から繁殖池持ってくるという持ってきました。まあスーパープレイを発揮してくれて、まあ、そのまま気づかんでちょっと巣つけてしまったんですね。うん、あと確かね、はい、中ティルのアタックが一発分カウント減ってなかったってことで、これからも気をつけて作っていくんで、はい、我々皆様のそのご指摘は本当にもうありがたく受け止めていくんで、はい、これからもどんどん指摘の方お願いします。はい、前回はすいませんでした。すいませんでした。これからも応援よろしくお願いしますそしてもう一つ、はい、オープニングで言うことがあります。はい、今度ちょっと明るいニュースですよ。よかったよかったまあ、はい、ただまああえて、エンディングにそのビッグな情報を。いやもう早い言っちゃいましょう。もういやいや、まあ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 、君は大体内容を知ってるから言いたいと思うけど、はいはい、番組の構成ってのもあるんですよ。というわけで、まあテレビ番組によくありがちな、はい、この後すぐと言いながら最後まで引っ張るやつ、はい、ということで今日はビッグな、情報もあるので最後までご覧ください。まずは最初のコーナー行ってみましょう。はい、まずは MTG ニュースのコーナーから、はい、まあ、こちらのデータ読んでいきます。はい、まあ、まずスタッシーゲームズ。そうやね、発売後っていうのでやっぱり最初の大きい大会、はい、まあ、定番といえば定番ですよ。うん、やっぱり発売週の週末のスターシティを見るということで、はい、今回はナッシュビルという場所 で、はい、で参加者が511人。多いね。多いですね。これスタンダード511人やで。はい、まあ、その中からトップ16をちょっと見てみましょうか。はい、トップ16で採用された、はい、ボーン・オブ・ザ・ゴッドの、はい、新しいカードを見ていこうかなと。なるほど。ちなみに、ね、さっき言ってしまうと、はい、優勝は青タン新人ということで、はい、しかも新カードゼロですね。ゼロ。あ、ちなみにトップ8に2人入ってますもうね、やっぱ強いんやね。まあ強いですね。うん、あんまり失ってるものがないのかな思うんだけど、まあ、強いところが、まあ、並べて勝つっていうところなんで、まあ、それに対抗できなかったんでしょうね。そうやな。まあ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 、まだわからない、まだわからない、はい、プレイヤーが慣れてないってことも絶対あるから。あ、まあそこもありますからね。うん、まあ、トップ16の、デッキというよりはやっぱり新カードがどれだけ使われてるかということで、あ、使用率を見ていきたいと思います。はい、まずは、黒、1位黒の単10秒、はい、あ、やっぱ一番多い。ファイルブライトが一番多いと。10枚トップ16で、うん、どうですかリュウジ君これは。まあやっぱり見た感じ、ファリカの両方とこの単10秒が入れ替わったみたいな感じなんですね。確かにね、はい、まあ、2点ゲインっていうのはすごい大きいんですけど、やっぱりそれよりも汎用性の高い、まあ、マイナス3修正っていうのはかなり大きいんで、まあ、今まで受け入れなかったボロスの反抗者だったり、うん、まあ、苦手だったそのエルズペスのトークンだったり、うん、あれですね、軍勢の集結のトークンも一掃して、まあ、はい、ボードの中まで殴っていくとかもできるんで、うん、確かにね、変わり谷が2枚で殴ってきたもん。はい、ファリカやったら1個しか溶かされへんけど、まあ、土砂降りいけますね。うん、やな、はい、そう、まあ、ネズミも殺せるということ。ああ、いけますね。うん、まあ、かなりそのファリカの両方同じマナ域の数と比べるとその強さがだいぶ変わってるんで、うん、まあ、しかもメインから入れやすいと、はい、来てるもんやから、まあ、納得の枚数かなとは思いますね。これ青タン新人結構効きそうやけど、まあ、それでも青タンが強かったと。そうですね、ミシですね、うん、まあ、同盟のカードを、まあ、うん、マイナス修正与えるっていうのは一応プレイングで何とかなる範疇ではあると思うんですよ。確かにね、うん、まあ、そこで、まあ、何とか頑張ったんじゃないかなっていうのは思いますね。続いて、まあ、誕生病が1位で10枚あったわけだけど、はい、その次に多いのがまず8枚、はい、トップ16で8枚のカードが、はい、緑から、霊気のほころび、はいはいはい、続いて、まあ、マルチカラーから、はい、陥落の神ゼノゴス、はい、8枚、そして土地から、青白の、はい、戦術ランド啓蒙の神殿が8枚ということで。なるほど。まあ、そうですね、これまず陥落の神ゼナゴス、はい、ゼナゴス、ね、まあ神になったゼナゴスなんですけど、まあ今回見てもらうと分かるんですけど、緑と赤 のモンスターデッキが、まあ、かなり多く、まあ、トップ10のランクインしてるんですけど、まあ、そこで、まあ、使われてますね。そうだね、テイロスが出たばっかの時もあったよね、赤身のモンスターって。 ありました、ありました。それが、はい、もうゼナゴス入ってより、はい、バージョンアップと分かりやすいパワーアップしましたね。うん、まあ、ゴマナ域なんで、あれですね、嵐の息吹のドラゴンと、まあ、マナ域を争うんですけど、うん、まあ、それでもそれを争ってなおかつこの枚数っていう。そうやな、確かに、まあ、やっぱり出してすぐことしますし、うん、出した後にクリーチャーを出してもそうやなっていう、汎用性の高さと
とあとちょっとやってて思ったんですけど、うん、この小神っていうのが、うん、あの、まあ、7ついるじゃないですか、マナコスとマナシンボル、うん、まあ、これ普通の神と比べたらちょっと多いかなと思うんですけど、うん、2色カウントって想像以上に権限しやすいんですよ、ね、らしいね、はい、結構さっくりと化けて殴るっていうの聞いたよ、はい、うん、ですね、やっぱり赤緑のカードでも2カウント2カウントできるんで、ね、うん、まあ、ドムリ出してそうやな、ちょっとドムリをカウントできるってのが強いな、はい、そうなんですよ、うん、であと、まあ、マナクリーチャー1枚出して、うん、であと、まあ、例えばクルフィックスの狩猟者だったり、そうやな、ゼナゴスの狂信者だったり、うん、であるいはもう自分やったり、あ、そうですねプリンズウォーカーのゼナゴスやったり、はい、でそれ本体出せばもうそれで確かにね、まあ、結構しやすいですね、うん、で、まあ、あと、まあ、神になら権限しなくても普通に使えるっていうところが、まあ確かにね、やっぱかなり強力だったんじゃないかなと、スーパーファイヤーズって感じで、はい、思いますね。でそのデッキのサイドにおそらく入ってたであろう、はい、これの霊気のほころびですよ、はい、で今のそのゼナゴスと絡んでくるんですけど、うん、まあ同系再販じゃないですか、そうやね、はい、うん、原色落としの、はい、うん、でまあ、あれ神殺せるじゃないですかこれ、そうやね、神を完全にリムーブできる、まあ、そこがかなり大きいですね、うん、確かに、はい、このカラーだと、うん、今まで破壊的な強弱でしたっけ、そうやね、2点飛ばすマルチカラーの赤身の、はい、入ってたんですけど、うん、まあ、やっぱりダメージよりも確実に神を殺せるっていうところがかなり大きいんじゃないかな、ね、タッサとかな、うん、あ、そうですね、スパッとタッサとあと同系のゼナゴスだったり、うん、パワフルスとかも結構どうにもならなかったんで、そうやね、まあ、かなり汎用性の広い状況ですね、うん、まあ、8枚の採用にも納得、採用ごとに大体2枚入ってる、そうですね、ゼナゴスも大体2枚入ってるってことやな、これ2枚ぐらいですね、大体、なるほどな、はい、これからはじゃあモンスターはとりあえずは注意しとくべきデッキやと、あ、もちろんそうですね、今回4つランクインしてるのかな、うん、ぐらいですね、そう考えると多いな、はい、多いですね、そして、まあ、その2つとは色が合わないけども、はい、青白の戦術土地啓蒙の神殿が、はい、まあ、これ8枚っていうのがトップ16に青白コントロールが 2,、うん、2つあった、まあ、そういうことだよね、これ以上です、はい、青白コントロールド安定になりましたと、はい、安定ですまあやっぱりギルドモンがこの神殿になるっていうところで安定性がやっぱだいぶ変わりますね、もうギルドモン全首、これでこれ全首ですね、別に色困らないんで、うん、そうやんね、はい、うん、いやー、まあ、お城コントロールにまた悩まされる日々も続くのかな、まあ、そうですね、というふうには思うね、はい、続いて、7位、はい、7枚ね、3位の7枚の、候補が、はい、ブリマーズ7枚入ってますと、はい、その次は、緑でクロフィックスの狩猟者7枚入ってますということで、はい、これらが あと緑白の、あ、ほんまやね、宝珠、はい、の神殿、宝珠の神殿が7枚ということで、はい、まあこれちょっとじゃあちょっとね、気になるよね、はい、これは逆に、まあ内訳としてはブリマーズが、うん、緑白のアグロデッキに採用されているのと、うん、もう一つ青白コントロールのサイドに一つ、うん、採用されてましたね、そう、青白コンのサイドに使うっていうのは結構前評判でも言われてたけど、言われてましたね、やっぱり僕この短期でちゃんと使えるデッキの方が僕は強いと思うんで、うん、一番の居場所はやっぱその青白コントロールのサイドボードかなっていうのは思いますね、どういう相手にサイドにする、うん、やっぱりアグロデッキに対しても入れても強いですし、うん、あと同系って全然多分これ強いと思います、除去の組んで、うん、そうやな、うん、やっぱり1枚でかなりのプレッシャーになってくるんで、確かに、はい、逆に言うと除去を抜けなくなる可能性も、まあ、多少はそうですね、ちょっと意識しないといけないですね、まあ、いろんなデッキに入れれると思いますよ、サイドボードから、というかもうね、普通にカードとしてみて普通に強いから環境に合う合わんとかじゃなくて、はい、まずは使ってって感じがするね、はい、続いて、クルフィックスの狩猟者ですけど、まあ、これはモンスターに入ってましたね、うん、7枚ってことは各自で採用枚数が散らばってるって感じだよね、はい、4枚入ってるやつが1個ありましたね、うん、あと3枚入ってるやつがあったのかな、なるほど、はい、あるいはもう0枚入ってるモンスターも全然あるってことだよね、はい、あります、あります、うん、ワクワラソンがゼナゴスの狂信者だと思うんですけど、あ、ですです、はい、3枚入ってクルフィックスの狩猟者がゼロっていうリストがありましたね、うん、リュウジとしてはどっちがどう、あ、僕は週末ちょっと大会出てきたんですけど、うん、ゼナゴスの狂信者を使ってたんですけど、うん、かなりサイドアウトするんですね、でやっぱり懲罰者カードっていうのは相手にちょっと選択肢がある、まあ、まあ選択肢があるからね、はい、基本的に弱いと言われてますけども、はい、まあ、全然まあ3マナ3-3トランプルでもそのゼナゴスの神の方と全然相性良かったんで、うん、まあ、ありやったんですけど、うん、まあネッシアン、じゃクルフィックスの狩猟者か、うん、が戦術土地とドムリとすごい相性いいんですよ、ね、確かにな、信じられへんアドバンテージを獲得する可能性は大いにあると、はい、でやっぱりそのシナジーが多い方が、まあ、やっぱ強いかなっていうのはありましたね、うん、でちょっとモンスターって土地削り気味、うん、23までだったり24までだったりするんですけど、まあ、結構5マナ6マナのカード入ってたりするのに、はい、みたいな、まあ、マナクリーチャーがない時に、まあ、これをパンって出す、うん、っていうのはまあちょっと安定できるかなっていう感じですね、
しかもこのまあ言うたら1位のなった10枚の誕生日で落ちへんっていうのが相当大きいね。ゼナゴさん教師じゃポロンと死んじゃうけど、はい、あそこですね本当に。こいつは耐えよると。神々の憤と誕生日で落ちない。タフ4って今結構かなり大きなキーワードになってくると思いますね。そうやね、はい。これからは3マナタフ4はまあそれだけで使用に値する、はい、価値とあります、ね。はい。そしてあと芳醇の神殿か。はい、まあ、これはミゾシロアグロ、はい、がまあ2つあった。1つが3つしか積んでなかったんですけど。なんでなのそれ。まあ、持ってなかったんじゃないですか、ね。そういうこと。え、普通に4積んでいいよね。え、積みます。3じゃないとあかん理由っていうのがいまいち、まあ僕もないと思うんで、まあ、これはおとなしく4積んだ方がいいかなと思います。なるほど、はい。まあ、この土地が入ったことでミドシロアグロは今よりも強くなってる。そうですね、かなりやっぱ青白コントロールと一緒で、うん、ギルドモンが抜けるから、はい、うん、まあ戦術ランドになることで安定性がかなり増す。なるほど、ね、と思いますね、はい、相変わらず、ライオンがまあ怪物化してそこに昼間の勇気がついたらまあまあ強い。まあ強いですね。なるほど。まあ、っていう感じです。なかなか面白いね。はい。新環境がガラッと変わりそうで。まあちょこちょこねやっぱりその新しいカードかなり使われてきてるんで、うん、まあ今回は青炭新人、まあ使ってないで優勝しましたけど、ね、これからどんなカードが出てくるかっていうね。楽しみではあるよね。まあ、ありますね。トップ16に赤白新人なかったんですよね。うん、なるほど。我らが大好き赤白新人が。まあそれもこ入るカードは確実にあるんで。うん。まあ研究をね重ねてってやっていきたいなというふうには思うよね。はいはい。そしてね、もう一つニュースのコーナーで言っておきたいのが、はい、スーパーサンデーシリーズの果てにあったスーパーサンデー本戦がありましたね。この日曜日でね、はい、行われて、まあ、決勝がね、まあ、もう言ってしまうと決勝がオーエンターテインワールド、はい、まあ今もう世界最強レベルのプレイヤーと、はい、我らが三原真希人さん、もう同じく世界最強レベルのプレイヤー2人の激突で、はい、三原さん惜しくもそこでまあ敗れて2位という形だけど、はい、オーエン優勝ということで。まあ、なんか決勝できるやつっぽいです。もうね、最初からこの2人でやったらいいぐらいの頂上決戦。はい、まあ、他にもすごい上手いプレイヤーいっぱいいたと思うんですけど、まあ、その中でもやっぱりその2人が強かったなっていう。やっぱり強いってことだよね。で今回複合フォーマットだったんですよね。そうやね、まあ、ドラフト、マスターズのドラフトが決勝で、はい、あ、決勝そうですね、うん、でスイスがスタンダードとあと普通のボーン・ザ・ゴッチとテロスのドラフト、ドラフト、うん、結構ややこしい、はい、ではあるよね。まあ、複合フォーマットはやっぱりプロツアーとかで慣れてる人がかなり強いんじゃないかなっていうのは僕は思いますね、うん。まあ、やっぱり本間のプロがそれは勝つわという、まあ、自力があったっていう感じですかね。まあ、さすがというところですね、はい。まあ、クローズドイベントではあるけど、はい、もうちょっとオープンにしてほしいなっていうふうに思うかな。あ、そうですね。まあ、でも中継やってましたし、ね、やってたみたいだけど今回賞金すごい多かった。噂ではね、1位6000ドル高えで住所でも3000ドル。うわ高え、すごいですよね。これ完全招待制なんやろ。はい、そうですね、グランプリのサイドイベントで2日目に絶対やってるんで、うん、プロツアーよりはそれは賞金はまあ言ったらね、まあ、少ないですけど、少ないですけども、ただ参加人数も少ないんでね。まあそれ考えたらかなり、うん、しかもウィザーズ本社で、だってこれ賞金なかった人にワンボックスもらえますからね。そうらしいね、うん、しかもまあ言ったらタダで旅行して、はい、でそれにディナーとかもねあるらしいね。まあ、なんか建物の中に持ったらもう金使わんみたいな話を、はい、そうですよね。あれ有事行きたいんちゃうのさすが。まあ来年まあまだやるみたいなんで、まあ僕ちょっと行きたいな。ただこれグランプリ2日目残ってたら出れないんですよね。まあ、まあ、そこら辺がねうまくできてるわこれは。残念だな。腹立つけどもまあ龍二の活躍に期待したいなということで、はい、今日のニュースはここで終わりたいと思います。はい、はい、じゃあ次のコーナー、今週はさすがにリプレイあるでしょう。まあスタンダードいきましょう。僕ね新デッキ作ったから。あ、僕もね始末って出てきた聞いたよさっき。赤身のモンスターでしょ。はい、ボーボーにしたるよ。はあ、というわけで次のコーナーいきましょう。はい、カードオブザウィーク、今週は、前回リュウジがなんか FF とかサガっぽいポルクラウンス紹介したんですけど、僕はね神々の軍勢でこれしかないやろってカードを発見して、もうね速攻初日で4枚光らせたんですけど、イロアスの英雄、これねかの有名なもうコアなファンがいるゲームマッスルボマーですよ。これマッスルボマー、はい、じゃあリプレイ、はい、きましょう。リュウジの先手、はい、まあ、僕がそのさっき言ってた赤身のモンスター新カードは手札になかった、ね、なかったですね、うん。さあ僕これ1枚目まずヘリオットの試練こんなんねリミテッドしか見たことないでしょ。まあでも大体は、あ、はい、ブリマスの先手、はい、まあ、できわかっちゃいましたね、うん、はい、白黒のオーラビートですね、はい、まあ
このコーナーの前におそらく編集者が入れてるであろう、はい、あのカードオブザウィークのコーナーで、はい、もう言ってると思うんですけど、僕今回ちょっと好きなカードだったんで、まあ、1位は突撃するアナグマなんですけど、うん、はいはい、そんなカードで逆組めないんでまあだからいやあれにねオーラつけまくったらトランプルですよ。いやさすがにそれはもうちょっと難しい。まあでも今回あのそのトップ5に入ってるカードですよね。うん、あの前入れてた僕ね、うん、はい、イロアスの英雄、はい、入れさせてもらいました。そうそう、トップ5ね、うん、まだいつかあのトップ5お互い答え合わせしたいね。いや、したいですね、うん、またちょっとやりましょうか。うん、ビッグウェブの方のサイトの方に上げてる、はい、ボーン・オブ・ザ・ゴッド注目カードトップ5、そうですね、プロタイヤさん終わったぐらいでやりましょう、うん、黒田さんだってね最初マンティコアやで1位あれでもなんかもう言った手前使わなあかんみたいななんか感じでしましたけどもうあこれでは強いな。ここは結構強いよね。そうなんですよね、英雄にエルボスの、はい、あれをつけてね、支援をつけて。ちゃんと除去レールかっていうところなんですけど、まあポルクラムスって。ポルクラよ。ポルクラ強いっす。うん。やっぱポルクラですよね。はい、あ、やっぱポルクラですよ、ね。お前先週ポルクラ、僕これ使いますだけど、はい、ほんまに使ってるし。まあ絵柄が、ね、好きなんでね。いや、シーもめちゃくちゃ強いし、やっぱり。はい、あ、でも除去られた。除去はあるにはあったけどね。はい、とはいえ5点ルーズや。オルゾフチャーム、はい、行かれてもらいますね、うん、今回除去をあえてオルゾフチャームにしてるのは、はい、あのこういう風にエンチャント張りまくったクリーチャーに除去を出会った時にいざとなったら自分で打って、はいはいはい、クリーチャー戻す、アドドンしないっていう感じです、ね、まあ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 、うん、で釣れますもんねクリーチャー自体は。そう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 、あ、マッスルボマー、マッスルボマー、マッスルボマーことは色はすね出ましたよ、ね、はい、では2つ食ってだからここ除去ないんですよね。さあこれね、マッスルボマーおったらヘリオットの試練なんかも一瞬で満たすから、うん、そうなんですよ、これ次つけられたらまた殺生されちゃいますね次のターンに、うん、まあライフ削っていこうっていう、うん、リュウジは、強惑のランペイジャーを流血した上で食べて、はい、9点ここは死にかけ、ここは俺も、はい、ライフだ、ここで5かな確か、そうです、うん、死にかけやけど、まあ、ただ見えてるのがランドを引いて、あー辛い、さあこれ辛いな、一番やっぱ軽くなるってすごい大きいですよね、うん、攻めくの伝令をエンチャントして、はい、でイロアスの英雄と、ヘリオットの試練それぞれの誘発でプライス1カウントが2個乗り、はい、ヘリオットの試練の条件を満たして10点ゲインですよ。10点ってもうまあまあですよね俺もライフ5しかなかったけど、はい、15になってまあこれ諦め、うん、間に合わないですね。でいや強いやん、マッスルママ。やられましたね。じゃあ次の試合、はい、行ってみましょう。はい、2本目。はい。まあ僕の前提ですね。はい。まあ土地が4枚ですけど、ゴーワクラン。まあマナグリちゃん2枚と、ゴーワクラン。まあ、まあ悪くないやろ。そうですね。うん、まあ後から重いの引いてきても全然対応できるハンドなんで。うん、で僕は、ブリマーズの先手、まあ。こいつかなり怖いんですよ。結構怖ない?これ僕、この神々の軍勢で一番怖かったカードですね。あ、そうなんや。容赦なく襲ってきそう。こうやってるから怖いってこと?そうなんですよ。あ、絵が怖いってこと?絵が怖いです。なんやねん。カードとして評価してくれ。いや、まあ、獣ですから。なんやねん、一体。いや、まあ、確かにね、丘の上から案内して猫がこんなにしてきたら。そう、で、後ろもおるやん、みたいな。ちょっと怖いっすよ、あれは。まあ、大荒つけまくって殴るんやったら悪くないかなと思って、ね。なるほど。まあ、つけ先もできますもんね、また。うん、ブリマーズのちっちゃい版みたいな感じで考えてんねんけど、はい、まあ、この時ねまだまだちょっと荒削りやから、うん、これからちょっと調整していこうかなって感じでは、まああの環境初期の楽しみの一つですよ、うん、さあ2段目マッスルボマー、もうこれリュウジ1本目で結構トラもらってるもんな。これきつかったですねやっぱりあのカードあかんぞっていうのがもう、うん、殴ると見せかけて殴らないこれ何なんこれは一体いや出しますよね。まあ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 、まあランページは出ましたと。いや危ない危ない、これスタンプをしてるやつなんか結構古いやつですね。今やろうな、あのグランプリ横浜の時のやつだ。僕はここでこれ強いですよね、オルゾバの、はい、ね、贈り物をつけて44飛行反魂、これなんか懐かしい能力な感じするよ本当に、まあ、やむなしっす、まあ、お手軽悪算で3ターン目殴ると、はい、結構順調ですわこっちは、はい、まあ44なんでまあギリギリね僕も対処ができるんですけど、まあまあそう確かにね、うん、そうミジウムもあるしこうやってドムリでね、はい、格闘でまあ4点ゲインされるんですけど、うん、まあしゃあなししゃあないよそれは、はい、だってパーマネント2個取ってるからまあそうなんですよね。でまあ次ここ4人で止めればドムリが
単にアドバンテージ稼いでくれるんで、そうやね、確かに、まあ、それに期待したいなっていう。これ逆になんか突破されそうなカード出てきたら、はい、4人像はチャンプブロックするしますね、うん、やっぱどんぐりでちょっと頑張りたいなと、ま、で土地だったし、ね、今の手札は土地土地やったから、はい、確かにね、はい、うん、ここで僕なかったんやな、突破できるカードが、はい、でまあプラスではい、うん、ちょっとこうなるとなかなかリュウジの盤面硬くなる。これ土地置くの忘れてるんですよ。動揺しすぎちゃうか。動揺しましたね。ああこれね。さあ僕はリュウジがこれトップ5の中に上げとったな。はい、これ強いですよ。うん、アタックすれば相手が2点ルーズ。そうそう、ゾンビ。コンバット入れればもう2ルーズ確定っていうところがやっぱかなり、うん、いけてますよね。いけてるよ。はい、で。まあ、しゃあなし、うん、相打ち。ここはもう誰が止めても一緒やから、パワーのあるエルフを残すって感じな。そうです、アタックいける方、はい、でこれがねすごい強かった、ね、さあこの狩猟者がもう、はい、失ったライフもこうやってゲインさしてね、はい、ガチいきましたからね。 2-4 というこの硬さもまた上等です、はい、あこれ殺せると思いましたもんこのね流血が、はい、やりよる、はい、血流か、はい、まあ、最近よく見るカードになったね。ああ、そうですね、モンスターに結構積まれてますね、うん、僕1枚だけなんですけど、まあ、うまいこと引いてましたね、うん、なんか20名の4枚目をそれにしてるっていうふうに。同型に対してちょっと削りの方が強い場面が結構多いんで、うん、まあ、ちょっと食られたけど、これあれですね、他人も一緒に殴らなかったんですね。これ多分うっかりしてんのかな、あなんかあるのかなと思ったんですけどこれは、うん、殴って2点ルーズって言った後にうっかりしたなっていう。なるほど、まあ、お互いうっかり1ポイントずつ で、 ね、ノンセットランドと、はい、何やった俺思考がこのランド見てとちとちって知ってんのに、はい、これでドゥームブレード打たれるのかなと思ってました。ああここに、はい、構えずなんか庭な立ってたんで。いやいやいやもう、うん、そこは僕うっかりさんだっただけなんで、あ出てきた。いやでも今更無力やで、もう、まあ、うん、でここで怪物化の準備をしながら、うん、まあ、とりあえずそうです、まあ、なんかやられてもスタックで怪物化すれば確実に殺せるだろうと、とりあえず格闘しましょうと、はい、やむなくやられるとね。まあポルクラやっぱり強いよ、まあ、強いですね。一体でやっぱバーセアスできますよね、うん、まあ、これさっきのと絵違いなんですけど、うん、これ一番だけこれなんですよ。4マナ55でプラス能力っていうのはな、はい、例え伝説のクリーチャーで、これまたクルフィックスの狩猟者、狩猟者出てきたね。でまた土地が見えるっていう、で置いて1点ゲインすると、はい、そうですね、硬いよ。そしてゴアクラランページはさらに壁として出して、はい、トップからの土地でね、でトップ忘れてる、ショックショック、これまあまあ嫌やけどなこれやっぱ見えてるとやりづらいですよね、うん、僕はブリマーズの先兵出して、はい、でまあ、止めるしかないギフトつけて、はい、チャンプトークン出すけども、もう上がってるよ盤面見ればでまたトップメイクが食事の時間もう負けは分かってる、ポルクロノスだけで盤面で死亡するのは分かってるけど、うん、まあ、最後までやろうかなと、うん、でまあ X3 で怪物化するんですけど、うん、でパパパーンと、はい、あ原因はされるもののとはいえですよ、はい、でまあ手にあった山って一軒してで、ショックで、ショックで、まあ、これフルパンでね、うん、ガチガチいったらもうで、フルパンで、はい、まあこれでもう僕ライフでね、もうどうしようもないから、ね、もうまくりしたまなかったっていうので、うん、はい、じゃあまあ次行きましょう、3本目行きましょう、はい、はい、3本目、はい、今度は僕が先手で、はい、ああ見えてますね、マッスルボマー、先日ラウンド、マッスルボマー、うん、オルゾフチャーム、はい、来ました、スパイトフル、スパイトフル、これやっぱ強いですよね除去を打たれた後にね、クロックがちゃんと残って、はい、しかも相手の僕が完成してても絶対2点はルーズするっていうのが、うん、まあ、いいなと思って。なあ。じゃあ、マナクリと除去で、はい。僕はこれ上に確か、平地が見えたんやったかな、うん、忘れたけど。変わりました。変わり何か、変わり何が見えたから出して、で、マッスルゴマ。強いなぁ。ミュージアムコントいてって、この時はもう守ってるから。ここで除去れないとかなり苦しいんですよね。うん、まあ、仕方ない。一回許してしまうとね、はい、隙を見せるともう触らへんサイズに成長してしまうカードではあるよ。そうなんですよ、いってまいますよね。やっぱりね、この位置安くなる能力強すぎるやろ。いや、ここでこれ来るのかなりきついんですよね。いきなりだってリュウジこれ、はい、え
6ルーズやろ。やばいっす。3ターン目に6点殴れるできって、まあまあ確かにスタン結構あるけど、はい、でしかもなんかまだ戻ってきますからね、この1、ね、1が、うん、カード1枚で状況を打破できないっていうのは、はい、ドラゴンを壁に立てるんですけど、両者もね3ターン目にドラゴンって普通に考えたら、まあ、結構強い動きなんですけど、ね、そうプロテクション白を生かして、はい、壁にするしかない。ただこれがあの読み返し物の強いところですよね。そうやね、たとえブロックされて止められても2点は絶対持っていくぞと、はい、強え。しかもマッスルボーンは自分でサイズも大きくするんでさ、はい、ヘリオットの試練をつけ て、ね、これ1マナだったんじゃないですか。あ、1マナやね、確かに、はい、あ、それミスってるわ、ミスポイントあった。これもう一回限定つけましたよね。つけられたね。一旦早くつけられてたね。もう一問やってくださいよ。いやもう慣れてないからだから始めてますよ、この時。まあそういうことに、うん、まあ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 、リュウジもミスは分けようかなと、はい、あまりいじめてもいけないと。そういうことにしておきましょう。はい、ほら、あの代わり台を立たすことに意味があるかなと。な、嘘です。はい、そういうのにそして、リュウジも番も悪くはないけど、ね、ドラゴンも動かれへんねん。これちょっとトップちゃんと焦がすの忘れちゃいけないですね、うん、結構崩壊ずっとするのに、ね、なかなか慣れないですね。最近なかったですよね。最近 しばらくぶりやから、うんうん、まあ、これ気をつけないといけないですね、うん、使うんだったら。しかも他のカードと明らかに強度が浮きすぎてるから、うん、忘れがちではある。確かに、うん、さあ戦術ランドを切って、うん、あ、俺もう10点減してるからライフ30あるんよね。やばいっすよ。あかんとはこういうことは言うやろうな。本当に。どうしようもないっすよね、これ。プロテクション白 か、 とか、はい、一応まあここだらっと全員止めたらいけるんですけど、これ呼び返りし物をかける2で、はい、88になって、これフルブロックでも死なないんですよ、ね、そうやね、うん、フルブロックで押すだところでさ、はい、蘇りし者2匹ポポンって出てくるから、そうそう、どうしようもないな。改善にはならへんねんな、はい、これが。さあ、リュウジのライフもう限界よね、ま、なかなかやばいことになってますね。戦術して、まあ、いらないアサルなんでは下に送ってで、まあ、墓地なんもないからね、はい、ある程度クリーチャーがおったりしたら、まあ、まあそれでもいらんかな、この状況では、うん。でもうブロック参加しないことが決定しているクルフィックスは、はい、せめてライフ削ると、うん、で僕ライフ28、はい、遠いよ。これ立たしといた方が良かったですね。一応その救急になれば、せやな、まあ、あの9点怪物が7になって一緒にブロックして9点やるんで、うん、相手は何もないことを祈ってやっとかないといけなかったかもしれないですね。相手でも殴ってきたでしょ多分。まあ、まあ殴ってると思うけどな。もう別れて残りますもんね、うん、うん、やし4点削ることがやっぱり大事だと思うし、はい、ライフこの時こうですもんね。うん、別に損せえへんからな、こっちは、はい、まあ無理かなっていう、うん、盤面がちょっともう限界やなとなって投了と、はい、なかなかマッスルボーマンやるよ。行かれましたね、うん、やっぱりリュウジのモンスターも強いなっていうのは思うわ。ポルクラがやっぱ早いタイムが出てくるときついということで、はい、まあちょっと回して結構デッキの完成度上がったかなと思うので、うん、これプロトライスでそのまま持っていくかもしれないですね。お、なるほどね、期待してますよ、はい、ということで、まあ、僕も今後新しいデッキいっぱい作っていきたいなと思ってるから、はい、しばらくはスタンダードかな。ああ、いいっすね。わからんけどな。あと思うんだけど、ちょっとパックウォーズとかもやりたくなる。ああ、いいですね。やりましょうか。普段遊ばんフォーマットでやるっていうのもいいなと思ってるんで、はい、また、もうミスは減らしていきましょう、とりあえず。はい、ということで、リプレイのコーナーでした。はい、MTG ストーリーショーのコーナーです。今週もよろしくお願いします。前回は、ライズ編、ローウィンのストーリーを追っていくということで、ライズ編の、アシュリングにちょっとフィーチャーしたお話になってましたが、その回で、あるフェアリーの3人組という、バレバレの、まあ、伏せた内容で話を進めてましたが、今回はそのあるフェアリーの3人組が、主役ということで、させてもらいます。早速始めましょう。
もうフェアリーの3人組といえばマジックでこれしかないですよ。まああのね、リターントゥーラブニカで、謎のフェアリーの3人組がラクドスにいるっていう情報はあったんですけど、もうそんなものはねメインストーリーに何も絡んでこないんでいいとして、ベンデリオン3人衆です。もうねレガシーでもモダンでも当時のスタンダードでも使われまくった最強のクリーチャーの一つですけども、そんなベンデリオン3人衆は文字通り3体のフェアリーの、まあ、徒党、組合というか、兄弟のような、関係であります。まず、こちらにいる黄色っぽい緑っぽいフェアリーが、男性のエンドリ、そして反対側にいるのがビーサです。この、まあ、2人は双子で、まずエンドリの方が、まあ、男のフェアリー男性のフェアリーでして、発言は、辛辣でツッコミ役にもあることが多い。一方その双子の、まあ、兄弟姉妹である、B さん、こちらは女性で、まあ、口を開くともペラ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 とおしゃべりが止まらない。この双子が会話を始めると、まあ、B さんがひたすらしゃべり、イリオンエンドリがひたすらツッコミを入れるということで、もう会話がね止まらないという、ややこしい二人なんですが、その二人をまとめ上げているのが、この真ん中の、まあ、年長者であるイリオナです。まあ、このイリオナお姉ちゃんが、まあ、いわゆるフェアリーの性格をしてて、まあ、その同じ次元に住む連中にちょっかいをかけたりすることはありますけども、ただ、もうエンドリとビーサの二人が、あまりにも暴走するときは、このイリオナが、まあ、フェアリーには珍しく、ブレーキをかけるというか、まあ、柔らかい性格の持ち主であり、まあ、このイリオナがリーダーとして、すべてのこの徒党の、まあ、行動の、決定権は、このイリオナという女性のフェアリーが握っております。この3人が、まあ、メローが住んでいる川を船で渡るときに、まあ、アシュリングという炎族の女性と、たまたまその船で乗り合わせます。まあ、この話はね前回もしました。アシュリングが、川を渡るときに、アルフェアリーの3人組と一緒にトラブルを解決したと。その3人組が、彼らベンデリオン3人衆なわけですが、まあ、このトラブルを共に乗り越えたことをきっかけに、まあ、以後この、まあ、4人は行動を共にすることになります。そして、まあ、アシュリングはある人物からことづけを預かってたので、そこを目指して一緒に行くことになるんですが、そのアシュリングがメッセージを伝える先が、こちら角なしのエルフとなった、放浪者ライズであります。ライズへ、ライズの師匠であるツリーフォーク、コルフェノールからのメッセージを届けるために、まあ、あるいはまた巡礼をして、ローウィン城を回るために、旅をしていたアシュリング、そのアシュリングがこのライズと、まあ、無事出会うことができまして、アシュリング、ベンデリオン、ライズ、そして、ライズと知り合っていた、このエルフの美しき、またミステリアスな女性、マラレン、この、まあ、トータルで6組ですね。6人が、一堂に集結することになります。ここに、まあ、追加で、あるキスキンの女性もいるんですけども、その話はまた後でお話ししましょう。とにかく、このメンバーが、まあ、一緒になりまして、彼らはある一つの場所へと、まあ、目的地を決めまして移動していきます。その目的地というのが、その、アシュリングが運んでた、まあ、情報を出してくれた、師匠であるコルフェノールが住んでいる、現在いる、キンズベールというキスキンの村です。まあ、このキンズベールという、キスキンの村は、そもそもがちょうど祭りの真っ最中でした。それは年に一度、この次元の多くの、まあ、氏族たち、まあ、いろんな部族たちが、まあ、一堂に集結して、それぞれに持ち寄ったお話を、語り合うという、非常に可愛らしい、お話祭りという、まあ、なんとも可愛いお祭りを、やっている最中でした。このお話祭りの開始を告げるのは年に一度、まあ、この太陽が完全には沈まない、夜の来ない次元、ロービンにかかるオーロラが、お話祭りの開催の合図ということで、この時はちょうどオーロラが出てる時期だったんですね。まあ、そんな、一行とともにキンズベールに、到着して久々に師匠とライズは出会うことになります。コルフェノールは、この時ライズに、自らの、まあ、この一位という、まあ、大木の、系譜が立たれることが
ないように、彼と、そのライズとコルフェノールが出会った思い出の場所、つぶやき林に、彼コルフェノールの種を植えてくれるようにライズに頼みます。彼らは、まあ、ライズの、この思い出の地を、目指す旅へと出発したのでした。そこへの旅路は、まあ、どうしても川を渡る必要があるということで、渡河が必要になります。この渡河の際に船を、まあ、率いて案内するのが、メローと呼ばれるこの次元のマーフォークの、先導の仕事をしているシグであります。まあ、このシグにかかれば、このメローたちの、複雑な、川を渡ることもたやすいということで、一行は安心して、冒険へと出かけます。そしてこのつぶやき林への、旅の途中で、マラレンとベンデリオンが姿を消してしまいます。まあ、ライズたちにはその行方は分からずじまいとなりますが、彼らはやむを得ずそのままつぶやき林へと進んでいったのです。しかし、ベンデリオンにはある目的がありました。そのために、彼らのパーティーからいなくなったのですが、その理由というのが、彼らベンデリオン、含める、この次元に住む、フェアリーたちの、まあ、主である存在、女王であるウーナに、まあ、珍しいものを、プレゼントしようということで、このマラレンというエルフの女性が持っている、神秘的な側面がちょうどプレゼントにいいんじゃないかということで、ベンデリオン三人衆は、このマラレンを、拉致するためにこの旅に同行していたのです。そして隙を見つけて、マラレンを、見事、彼らの、パーティーから引き離すことに成功したベンデリオンは、その後どうなるかは、また今後、お話しするとして、ライズの方の話を進めていきましょう。はい、一行はつぶやき林に到着しますが、そこにはかつての、まあ、輝かしい、つぶやき林の姿はもうありませんでした。大木、木々は、根こそぎ引き抜かれ燃やされていました。黒いポプラのツリーフォーク、この画像の、黒ポプラのツリーフォークがうごめいていたため、まあもう木がすべて引っこ抜かれ枯れ果てているけども、数十年経てばこのつぶやき林が、まあ、以前の美しかった、まあ、木々が生えていた林としての、姿を取り戻すことができるかもしれません。これを見た、ライズは、この荒れ果てた地に、いつかその来たるべき復活の時の、希望を込めて、師匠である、コルフェノールの種を植える儀式を行います。儀式を終えた、ライズ、まあ、これは一人で、つぶやき林に入っていってたんですけども、まあ、彼が船に戻ると、そこには、はい、先ほど話でちらっと出てた、彼らの旅に同行していた、このブリジット、キスキンの女性が傷ついた状態で、倒れていました。そして、さらには、アシュリングと、シグ、まあ、彼らの気配も、欠片もなくなっていました。ブリジット曰く、アシュリングが突然発狂してシグを殺害し、自分にも襲いかかってきたのだが、自分は、炎族のアシュリングが入ってこれない水中に逃げるということをして難を逃れたというふうに説明しました。このブリジットが言っている、まあ、あまりにも想像できないアシュリングという女性が急に暴走して皆を殺そうとしたという、まあ、突拍子もない話を信じることができるのか、果たしてこの、展開は真実なのかどうか、それはまた次回ということで、引っ張ります。また来週。はい、今週これでエンディング。はい、エンディングです。まあ、オープニングで言ってたビッグなイベント、そうそう、行きましたね。ビッグなイベントとは言ってなかったんですけど。あ、まあ、ですビッグな情報。まあ、ビッグな情報行きましょう、行きましょう。もう言ってもらってるけど、はい、ビッグなイベントをね、はい、今年、我々ビッグマジックやりたいと思ってます。はい。今だけ、今もう言っていい情報、はい、かいつまんで言うと、うん、もう、言いますよ。あ、どうぞ。ビッグマジックオープン。おぉ、なんかちょっと。というイベントを、はい、5月の10日、火曜日、11日、土日を使って、はい、横浜で、マリネリアというホールを、ほう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 、3本ホールをお借りしまして、はい、行いたいなというふうに。2日間、2日間かけて。かなり大掛かりじゃないですか。そして、はい、まあ、ここまで言って OK か言うかな。はい、10日はレガシー。はい、はい、はいはい。で、11日はスタンダード。おお、なるほど。ということで、はい、こんなもんでいいですか。いや、これだけですか。他の情報とか。
や今のところちょっとごめんなさいね。まだですか。大人の事情で小出しにしていくからこそ意味があるんじゃないですか。まあまあじゃあちょっとですね、うん、情報量多すぎても、はい、皆さん処理できなかったから。じゃあ来週なんかまたまあ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 ったんで行けます。まあ行けたらね、その公開ね、ちょっとずつしてもらいたいなと。まあ、もう僕らもしていきたいなと思ってます。はい、もちろんね、この動画および、はい、ウェブサイトの方で、はい、随時情報をアップしていきたいなというふうに思ってます。はい、ただ、うん、わざわざね、ビッグなイベントと言ってるんですよ。はい、で、去年、はい、あんなグランプリ静岡のようなイベントだった我々ですから、はい、ただのイベントではございません。まあ、そこはもう大いに期待してもらいたい。いや、もう全然してください。ビッグに期待してもらいたいと。ビッグに、でかいよどでかい。何がとは言いません。どでかいです。はい、ということで、はい、5月の10日および11日は、皆様、横浜のお宿を今から予約しておくことをお勧めします。ということで、今週の情報はここまでです。はい、また来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。